諦めかけたこといっぱいあります。プロになってからも何度も諦めかけたこともあるけど、やっぱり好きなことだから諦めきれないからね、もう一回頑張ろうってなるんで、みんなも何がいいかわからないけど諦めないように。